も皆さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。今週はこちら。第85号。前回はガンポットを作って、腕にマウントさせるところまで作りました。いよいよ本体組み立て間近ですが果たして今週は。おや、何やら不穏な空気が漂いますね。何かと武装を作らせたがるアシェットさんですが、今週も始めていきましょう。はい、それでは今週も始めていきましょう。週刊ヴァルキリーを作ろう。今週は第85号ということで、不穏な空気漂いますが、箱の中身を見ていきます。おお、これはまたしても、はい、ミサイルポットですね。いやー久しぶりのミサイルポット。楽しみだなー。ということで、今回はミサイルポットとミサイルアローを作っていきます。と言っても、もう何回も作っているんでね。皆さんも作り飽きてますよね。ということで、今回は雑談していきましょう。今回の雑談テーマは、私の好きなマクロス7楽曲、ベスト3。はい、結構お馴染みになってきました。私が個人的に好きなシリーズ。今回はマクロス7から、バサラメインの曲に絞ってお届けいたします。おい、ミレイヌは?って思いますよね。ミレイヌは単体の曲が少ないので、いずれ番外編としていくつか紹介したいなぁ。って思ってます。もちろん番外編には今まで紹介しなかった、マクロス2やマクロス0。マクロス13にマクロスプラスなんかを含めていこうかなーって思ってます。なのでまた次回ということで、今回はバサラの曲。中でも今回は熱く燃える曲をご紹介。バラードもすごく素敵な曲がたくさんありますが、聴いていてテンションが上がる、やる気が溢れてくる曲たちベスト3です。それでは早速第3位から。マクロス7の代名詞、バサラと言ったらこの曲。って方も多いんではないでしょうか。テレビ版第1話からずーっと歌っているこの曲。突撃ラブハートを第3位にさせていただきます。はぁ、第3位だってー。って声も聞こえてきそうで怖いですが、私の個人的に好きな曲ベスト3なんで、許してね。はい、ということで突撃ラブハートですが、この曲はテレビ版で本当にずっと流れていますよね。この曲を聴かなかった時があるのか?ってほどです。この曲が使われている回の中でも、私がすごく好きな回は、バサラが小さな子供たちの前で、ヴァルキリーに乗りながら歌う回ですね。歌のお兄さんになって、子供たちに歌を聴かせています。口調もいつもの行くぜー、から、行くよー、になっているのもいいですよね。あの時の呆れたミレイヌの表情や、あのシュールさはすごく面白いです。そして、この曲といえばマクロスフロンティアのオズマですよね。オズマもファイアーボンバーのファンみたいで、マクロスフロンティアの中でもかかっていたりしますよね。そんなマクロス7の代名詞でもあり、かっこよく、そして時に面白い、突撃ラブハートを第3位にさせていただきました。それでは続きまして、第2位。何度も何度も挑戦しよう。諦めずに突き進もう。まさにバサラが歌い続けて、その歌声が銀河を救った。トライアゲインを第2位にさせていただきます。はい、この曲も言わずと知れた名曲ですよね。バサラが山を動かそうと、毎日歌った曲でもあります。そして最終回では、ずっと自分の歌を聴いてほしくて、最後の最後まで歌い続けたバサラの歌声が、銀河を動かしましたよね。最終回のバサラとシビルが歌うシーンは、本当に名シーンです。そして最後にはゲペルニッチまで歌い出す。ちょっと突っ込みどころがあるマクロス7ですが、そんな突っ込みどころまで愛せる作品だと思います。少し長い作品ですが、癖になる面白さがありますね。そんなマクロス7の最終回、銀河を動かした。トライアゲインを第2位にさせていただきます。それで栄えある第1位の発表です。
今回第1位に輝いたのは、前奏からサビまで全てがかっこいい。ボンバーからダイナマイトへ。マクロスダイナマイト7、オープニングテーマ。ダイナマイトエクスプロージョンを第1位にさせていただきました。いやーこの曲は最高ですよね。曲の出だしから本当にテンションが上がります。サビの部分では、一緒に、ダイナマイト、って叫びたくなります。この曲歌自体も本当にかっこいいんですが、オープニングの映像も本当にかっこいいですよね。腕を上げているところから、バサラの顔のアップになったシーン。光でサングラスが反射している感じが素敵。このダイナマイト7なんですが、オープニングが少しずつ違うのも魅力ですよね。全4話あって、毎回少しずつ違うんですよね。ぜひ一度見てください。いろんな発見があるかもしれませんよ。はい、ということで第1位は、マクロスダイナマイト7から、ダイナマイトエクスプロージョンを選ばせていただきました。以上私の好きな、マクロス7楽曲ベスト3でした。皆さんの好きな曲はありましたか？私はこんな曲のこんなところが好きだよなんかを、ぜひコメント欄なんかで教えてくれると嬉しいです。はい、雑談もいい感じに、ミサイルが完成したみたいですね。このミサイルアローはまだあと2回ぐらい作るのかな？という感じで、今回の作業はここまで。さていかがだったでしょうか？今回の VF1 制作。今回はなかなか終わらない武装シリーズということで、私の個人的に好きなマクロス7楽曲、ベスト3をお届けいたしました。まだまだ武装を作りそうな予感しかしないので、また何か考えて雑談会をしたいなーって思ってます。それと、劇場版公開に合わせてプラモデルも作っていますので、そちらも見に来てくれると嬉しいです。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。